俺の後ろに。行くぞ。行くよ。邪魔だ。行くぞ。気をつけろ。怖い時はかっこいい俺の顔でも眺めて気分を紛らわせばいい。まさかここで会えるなんて思いもしなかった。特別な理由なんてない。ただ君に喜んでほしいだけだ。今日はインターンに行ってたんだ。こんな時間まで君に会えなかったなんて。どうした？顔に何かついているか？もうすぐ日が暮れる。一緒に帰ろう。君に会うと晴れやかな気持ちになる。夕食がまだなら今日は私が作ろう。
はい、こちらに。シーラン様のご命令に背くことでなければ何なりと。なんだそれは。そうか、ならばなぜ隠す。白銀の騎士を書いていたのか。随分と丁寧に書いていたな。まるであの男を呼んでいるようだ。シリンの水鏡でお前のいた世界を見たことがある。お前のそばにいるときは白銀の騎士は確か妖剣と名乗っていたな。俺は元よりそのつもりだ。拒んでいるのはお前の方だろう。隠し事はするな。俺たちは婚約したのだから夫婦も同然だ。
巫女様、どうなさいましたか。陛下。下がれ。それでは朝食を食べに行きましょうか。牛肉のクリームシチューはイエセイ大陸の名物です。祝日にはどこの家庭でも作るんですよ。それからミントティーも欠かせません。こちらにはデザートもございます。チョコレートケーキやプリンはお好きですか。巫女様、それは。わかりました。み、じゃなくて、すみま、ごめん。慣れるには少し時間がかかりそうです。
もちろん散歩ぐらいなら大丈夫だよ。私は魔術師だよ。ずっと付き添っていなくても君を守ることぐらいできる。何を考えているの？幻じゃないよ。あの方は最近よくここに来るんだ。大事な用があって。一緒に外に出てみるかい？君さえよければ。